はいえー、皆さんこんばんは、えー、金曜6時になりましたので、えー、ゲームニュースについて深掘りする番組 RTN やってまいりたいと思います、えー、今回は編集部から、えー、野口と,、えー、とゲストにお呼びしています福山ですはい,いす、えー、この2人でやっていきますよろしくお願いしますお願いしますはい、えー、本日のトピックなんですけどもまず1つ目が、えー、ポートピア連続殺人事件の、えー、AI 搭裁判がですね4月24日に s t ー m 配信決定ということでこちらの えー、ニュースに関して福山さんがですね、えっと、取材してくださったので、えっと、ぜひ、えっと、コメントいただければなと思います。そして2つ目にですね、えー、新モード、ワールドツアーが楽しめるストリートファイター6の体験版が PS5、えー、PS4 PS 向きに配信開始されておりまして、こちらのニュースについても触れていきます。えー、最後にリアルすぎる映画特徴のボディカメラ視点 FPS、アンレコードの映像が話題になっていたので、こちらは我々2人の えー、が期待する点や注目点などを触れていきたいと思います。はい、えー、というわけで、まず一つ目のニュースからですが、えー、ポートピア連続殺人事件を題材にした、えー、先端 AI 技術を搭載したテックプレビュー、s q エ Enix AI テックプレビュー、ザ・ポートピアシリアルマーダーケースという、えー、作品がですね、4月24日に Steam で、えー、無料配信されることが明らかになりました。えー、こちらがですね、AI の えー、一つの分野である自然言語処理というものの技術を使った NLP アドベンチャーというふうに目指っておられており、えー、日英の言語に対応しています。はい。と、こちらのニュースに関して福山さんからぜひコメントいただきまと思います。こちらすね、はい。まあ、昨る1去年の11月ぐらいですね。うん。その一回スクエニさんの方で NLP アドベンチャーという講演がまあありますし。自然言語 を使った自然言語処理を使ったまあ AI のアドベンチャーゲーム、まあ、取材されませんかみたいな話をいただいてですね。で、取材して、でその時はまは全然僕も本当にリリースするとは思わなかったんですけど、あそうなんです、ね、まあやっと今回リリースがなんかされるってことで、うん、ま,あまたス,あのスクエニさんの方に行ってちょっとお話を聞いてきたっていう感じで。はい、で、今回の特徴はですね、あのコマンド入力式アドベンチャーゲームっていう。 形式にあの変わっててもともあのファミコン版はあの選択式なんですよね。はいう、はい、か野口さんってポートピアやったことあるのいや僕はですねありません。<laughs> <laughs> ないえ犯人知ってるじゃああの犯人はまるっていう単語だけはしてます。<laughs> 結構さポートピアってここ、はい、これ僕がこれれ僕の,所持あの私物でですすけど <laughs> お〇〇一番これがそうなんですよ、はい うんうんち、う、な、ん、みにですねこれがねあの PC 丸六丸丸一番の攻略本ですおお当時攻略本っていう概念はなかったけどねえ,ーはいはい、えそういう差し入になってるんですねこん,こ,んこんなね、えー、あの封筒にこう折りたたんであって封筒で送られてくるっていう通信販売とか販売してたやつ、えー、これね,これねパッケージ版より珍しいです、はい、ああそうなんですねめちゃくちゃレアな物まあ はい、でなんかファミコン版が有名なんだけどもともと PC6001 版はこうキーボードでコマンドをこう入力していてなんか話を聞けとか聞き込みしろみたいな感じでこう命令していくパターンなんですよ。はいはい、でそれに今ちょっとね原点回帰しつつかつ AI のシステムがまあ乗ってるみたいなのが今回発表されたまあバージョンなんですよ。うんうんうん、そうでですねはいもともと僕さアドベンチャーゲームの歴史ちょっと追ってるんで。うん アドベンチャーゲームって t. R. P. G. と A. I. がこう融合した形で、あの、生まれてるんですよね、思想が。はいはい。ちなみに、思想、これです。それは何ですか?。<laughs> コ殺さる系バーブアドベンチャーっていうアドベンチャーゲームの思想の公式パッケージ版がこれなの、はい。おお。こんなもん持ってる。また、すごく貴重そうなものが出てきて、ね。で, <laughs> で、こういう、あ、で、こういうのが、その、最初に生まれて、で、当時からね、A. I.。 はちょっと想定してるんですよね、開発者の人も。あ,あ、そうだったんですね。そう、ただ。現在の AI 技術ではないですよね。うんうん,うん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 。あ、あのー。コマンドを入力して、で、それに、あの、パターンが合ってるやつを、こう。計算して割、割り出して、こう、反動返してるって、すごく原始的な。仕組みで、まあ、作られてたんだけど。あ,あ、なるほど。うんうんうん、で、それが、なんか、日本に上陸して、あのー、ミステリーハウスとか作られて。あのー、うんうん、で、堀井さんもポートピア連続サルの試験っていうのを、まあ PC、ビーシー六丸丸一で。 まあ作られたで入力するタイプだと。はい,は,いはい。でそれがファミコン版になって選択肢になってバーって普及してでどっちかというとファミコンあのあとベンチャーゲームのオールドスクールのタイプも。うん。それによってこう選択式の方がこうフォあのスタンダードスタンダードなものになっちゃったんだけどもともと入力式こそが最初なんですよ。はいはいはい、あそうなんですね。うん。歴史を紐解くとそっちが最初なんですね。歴史を紐解くとその入力式の方が実はあのー、う,んう,んうんうん。 でそれってあの要はあの今チャット GPT みたいなねはいつはい、はい、とその実はあのまあ、結構似てる部分があるんで今回マスクエニさんの方がそれをジャポートピアでやってみたらいいんじゃないかっていうことで作られたってことでしょうね。 そうですよねタイミングがすごく、うん、まあたまたまでしょうけど、今、そのチャット GPT が盛り上がっている中で、こういったタイトルが出るっていうのは、うん、いや、本当、タイミング良かったなと思います。そうですよね注目されていると思いますし。うんうんうん、かね、僕もねこう、すごくね、もう、あの記事、あの今回ね、ポートピアの記事、読んでいただきましたかね、皆さんね。あうん、なんか読んでいただけた感じが、コメントがありますが、その、ねはい、なんか、結構ね、理解していただけなかったんです。 ですよねその僕ま、まあの<お>数年前から、はい、アドベンチャーゲームと AI はすごくああのの同じあの似てるっていうか、共通点あるんだってね、あ<ー>他の編集部に話してもね、あそうなんですかみたいな、<laughs> へえーみたいな、<laughs> なんか全然興味ない反応なんですよ。たぶん,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 、うん、スクエニーさんも今回ね、作られてるとき、多分周りの人、あんまり理解してくれなかったんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、なんとなくそう僕の中でそう今回、スクエニーさんから走ってたとき、もうテンション爆上がりですよ、僕としては。<laughs> 追い求めてきたものが、もう杉井さんから、はい、言われるとは思わなかったんで、もうぜひぜひ主催させてくださいって言って、飛びついてはい、はい、で今回,僕、ね、あの今回、僕ね、今回、月曜にリリースされるのは、自然言語理解が搭載されているバージョンで、自然言語生成はちょっと未搭載なんですよね。なるほど。その自然言語というのは、はい、自然言語理解っていうのは、キーボあの例えば、なんかキーボードで、なんかこう、 何々してとか入力したら時その何々してをちゃんと文脈みたいなものも含めてこうちゃんとこう理解してくれるそういうのが自然言語の理解なんですよはいで,そ,れ、えー、でその反応を受けて文章をあじゃあこうすればいいんじゃないですかっていうのを出力するのを自然言語生成なあなるほどその2つは別ベクトルなんです、ね、そう別,別なんですよで、えー、自然言語生成は今回は未搭載ですで僕は 実は取材した時は自然英語生成が搭載されてるバージョンをやったんですよ。おおあそうだったんですね。うん、それはまあちょっとプレイレポートとして記事に書いてるんですけどは <laughs> はい、はいその結構うんやっぱりその今回の,あの AI 搭載版のポートピアがそのあくまでそのオリジナル版に寄せた作りになっているので新しくシナリオとか開発してるわけではないので。 そうでですねはいでで別になんかヒント安っていう相棒にめあのなんかヒントちょうだいとか言ってもなんか全然なんかこれなんかあの <laughs> なんか突拍子のないこととかも言ったりしてそんなになんか話はかみ合わなかったんですけどうん、うん、まあくまで基礎部分しか作ってないんでそれはちょっとしょうがないんでだからなんか今回の AI 搭載版結構ねみんなね期待してる。 人もいいるかもしれないけど、はい、そんなに期待したい方がいい <laughs> <laughs> そこあのあくまであのテックプレビューっていう技術でもなんでそうですね,、はい、ねゲームとしてエンタメとしてのものじゃないんでそうですねそこはスクエーニャさんもかなり主張されてますね。はい、あの面白いあのねすごい古いゲームに挑戦する感覚で臨んでください。 いやーでもそれでいうと僕はポートピア本当触れたことないのでかなりいいタイミングで、うん、あのどうもシナリオは全て含まれてるそうですのでポートピアのそうですねはいやろうとは思ってますねはいただねそれもねこう何だろうな昔のだからポートピアだからうん、うん、今のアドベンチャーゲームみたいにこう論理的にこうつじつまの推理が合ってるかみたいなというよりも、はい、なんかこう単純にこう あの例えばファミコムだったらコマンド選択式でこう何度も聞き込みしてやっとフラグが立つみたいな仕組みになってるんでああなるほど、うんうん、つまりその同じことをあえてこう何度もしなきゃいけないあまりちょそれってちょっと非論理的な行動じゃないですかまあまあそうですね <laughs> わざとそういうことをしないとフラグが立たなかったりするんで、えー、まあ詰まったらファミコン版の攻略を検索して調べてくださいなるほど <laughs> ただどうしても、はい、僕,僕としてでもね 自力でで。一回やってほしい、最後まちなみに僕できなかった。<laughs> ああ、そうなんですね。の時は <laughs> 難しすぎて <laughs>、えー。全然進まなかった <laughs>。これっていうのはそのピンポイントなワードを見つけないと難しいみたいな感じ、ねい。ピンポイントなワードは今回、自然言語理解が搭載されてますんで、生成はしないけど、はいはい、理解の方は搭載されてますんで、ある程度ピンポイントじゃなくてもいいんですけど、ただその質問もちゃんとあの、 プラグに立ってる<ー>やつとしてあのコンピューター側が把握してくれないと進まないんでなるほどそこはちょっと難しいやっぱ難しいっちゃ難しいかむしろそのファミコン版よりも難易度は上がってます明らかにあそうなんですね <laughs> 難易度上がってるか自分でね1から文字を、まあ、入力するわけですもんねあそう海外のアドベンチャーファンにポートペアが取るのが一番大きいかもってコメントありますけどほんとそうですよね えっと、ローカライズされたいんですね、海外向けに。もしし海外向け。今回はされた。今回はされてます。よね、はい。で、それまではされなかったです、ね。ああ、そうなんですね。うん、なるほどだだ、ね。ただ、あの、結構ね、英語版ウィキペディアでもね、あの、結構ね、ページがあって。うん,う,んうん。あの。小島秀夫監督とかが、なんか営業を入れましたみたいなこと書かれてて。うん,う,んうん。うん。結構、なんかビジュアルノベルがさ、海外ではさ、あの。 今人気ですよねその文脈でビジュアルノベルの元祖みたいな感じでなんか違うんだけどなとはちょっと思うんだけど日本式の RPG ってやっぱちょっと海外とは文法が違うんではい、はい、そういう意味でなんかビジュアルノベルの元祖ポートピアみたいな,なんかいうて変な,変な,なんか著名な感じになってますけどねうんあとそうだな、はい、なんか 犯,犯人の名前ねあのなんかね犯あの記事の反応見てても最初に犯人の名前入力できるんじゃないかとかありまあのそ,それはあのファミコン版の何らかの反応が入ってくるだけなんで僕はちょっとねあの自然言語「生成が搭載されてるバージョンでそれをね犯人は何々っていうのを入力したんで何、うん、だったかな,なんかね 大人気ないですねみたいな反応を書いてくる。<laughs> どういうことと思って。<laughs> どういうことですかね。うう誰目線なんだろう。確かそんな感じの書いて書いていた。でも今回今回は、はい、あのせい操せ作いされてないんでどんな反応が返ってくるのか僕も知りません。<laughs> そうですよね。はいはいはい。<laughs> それは多分もうやってみたいです。あなたあの改めて。<laughs> なんかインタビューの中でなんか面白いアパあれトークポイントとかあります。 今回ほんとインタビューね、はい、ぜひ読んでほしいんですけどそのね要はそのチャット GPT とさそのゲームの自然言語処理の AI 何が違うのかっていうところははい、はいいそこ興味深いですよねそこはねあのねうん、うん、要は API を通さずにそのスタンドアローンとしてこう成り立ってることが必要だと <laughs>、うん、最近さチャット GPT の API 引っ張ってきてさその簡易的なノベルゲームとか作ってる人いるんですよ。 簡易的なコマンド入力式アドベンチャーゲームなんだけどね、どっちか、はいうん、く使われてるんだけど、まあ、スクエニー AI 部の方はそうじゃないと、それではゲームデザインの方向から外れてしまう可能性が出てくるんで、うん、ちゃんとゲームクリエイターがコントロールできる形で、スタンドアローなインターネットとか操作図な、単体のものとして成立してるシステムを構築しなきゃいけないって、まあ、今回のインタビューでおっしゃってて、はいはい、それ、相当難しいなと思いました。うんうん、そうですね <laughs> なんまだそこはどこも確立してないような、ね。そうですね。まあこれからではあるし、<分>まあ僕もね、うん、本当にどあの AI をどうその作っていくのかっていう苦労はちょっと開発者ないのでわからないですけど、はいはい、まあこれからね本当に何か期待したいですよね。スタンダものとして。<laughs> そうですね。はい。 かなりゲームととのの相性はいとはいい思うのであとやっぱもう,、うん、あもう一つがセーフ,セーフティーだねその差別的なものとか貯蓄<ー>権的なものとか発言したらちょっとやっぱ困るっていうはい、はい、他社のさそのさなんだろう <laughs> あのでライダイニング・オブ・ザ・デッドとかなんか何最近だと <laughs>。<laughs> <laughs> なんか他ののデス・ストランディングどう思いますとか聞いて、いろいろあデス・ストランディングは小島監督のゲームですよねみたいな、あれ面白いですよねみたいなこと言われたらちょっと困るわけですよ。は,いはい、はい、これを安にそんなこと言われてもね、<laughs> ちょっと問題が生じてしまうっていう。チャット GPT だのそああのそあの,あのそういうことなっちゃうんですね、汎用的なものが。ね、それをしないようにあの制限かけなきゃいけない。うん,うん、うん、だから、そのちょっとね、記事で盛り込むことできなかったんですけど、その 今までのコマンド入力式アドベンチャーって、プレイヤー何でも入力できちゃうから、うん、ぶっちゃけ当時のコマンド入力式もあの結構ね、下ネタとかに対応してるんですよ、実は。ああね、ポートピアはそうそうでもなかったかもしれないけど、あ、ポートピアも、まあ、あるっちゃうか。例えば、有名なのがあの、表サンドアドベンチャーって一番最初のアドベンチャーゲームなんですけど、はい、あのゴキボリ拾えれるんですよ。<お>うん、で、ゴキボリを食べるって入力したら食べれちゃうんですよ。 へー、そこまで対応してるんですか。で、な、んで返すかというと、デリシャスって言うんです。あの英語だから。デリシャス。そんな風になんか消え物とかなんか小ネタとか、こうちょっと隠し要素として開発者入れてるんですよ。遊びで入れてる感じなんですか。そう、そういうちょっとのがあの昔の入力式はあって、で、でもそれってさ、どっちかというとさ、あのまあプレイヤーこういう風に入力するんですよ。で、開発者想定してるし。 その上で反応してるから別に,別に問題ないんだけど、うん、AI は自然言語生成の AI の場合は開発者がその,フォーマあの,その作り方をあの生成の仕方をプログラミングしてるわけだから変なことを書いちゃったらやっぱりちょっと開発者の責任あるんじゃないかっていう問題になってくるからプレイヤーがもと前は責任プレイヤーの責任だったのが。 開発,開発者の責任。こうパラダイムシフトしたっていうかう。なるほど。はいはい。そういうことをちょっとおっしゃってましたね。うん、うん。はい。はい。ありがとうございます。あかなりとても興味深い、えー、と話が、他にもこの記事載っているので、ぜひ、えー、とまだご覧になってない方は。これあの、ちょっとこれ言いたいんですけど、担当編集者が千葉さんだったんですよね。はい。で、まあ、スクエニの,あの AI 部との方もだいぶこう。 親切にかつ粘り強くちょっとやらせていただいたしで前ねなかなかね僕あの AI とアドベンチャーゲームの関係性みたいななかなか理解できなかったけどチャット GPT 現れてやっぱこう、うん、世間に AI の理解広まったっていうのが背景だったんで千葉さんは結構ね割と理解ある主者だったん、ね、でチャット GPT の前からあそうなんです、ねうん、だったしやっぱりその一番最初の NLP アドベンチャーの記事もあのチャット GPT 出る前に出してますからね。 あなるほどはははいいい結構先駆的な記事ですよあれそういう意味では。ですから、そういう意味ではね、本当、千葉さんと二人三脚できたし、僕からも、もうああ、こうなって、も結構細かいところまで監修していただいて、だいぶもううるさく言いましたんで、あの記事。あと出せば、もう出せたって、ほんもほっとした安心です。いや、そうですね。ぜひ、おかげさまで、なんか多くの方にね呼んでいただいててね、本当にありがたいですね。 かなりあの反響はいただいております。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございますはい。芝さん、ありがとう。<laughs> <laughs> では、ちょっとコメント読んで、次のトピックいこうと思います。はい。えー、そうですねー。えー。PC601 番、名張りのインターネット詳しいですね。<laughs> 僕、あのね、PC6001 マーク2版、まあ、これね。はい,はい。6001と、 マーク番っていうのこうまああるんだけどうん、うん、僕マーク2番実は触ったことあるんですよ堀ゆう時点っていう淡路島でイベントがあってそこでビープさんがちょっと展示してたんで実際触ったんですね僕これソフト持ってるけどはい、はい、実機環境ないからそれで動かしたことはないですあ, <laughs> あそうなんですよねた <laughs> だその淡路島行って堀ゆう時点で6001番マーク2が展示されてたんで触ったことあるんですけどうん、うん、皆さん知ってます、うん、?6001 マーク2番ってねやすがしゃべるんですよ機械音声機械音声で オスつ次はどうしましょうかみたいな感じでねうんボイス付きですよ1983年の段階で確かにすごいです、ね、すげえと思いましたかなり先駆的な <laughs> マーク2ってね P6、うん、のマーク2って音声読み上げ機能がそもそもパソコン側についてるんですよ、えー、だからあの割とこうそれをできるのが結構単純だったらしくてうんうんうん だからあのまあホリさんは作られたの P6 版なんだけど、Mac 版はちょっとまた多分エニックス側でややられたと思うんだけど、うんそういうねでもねすごいなあのオあのまさかのボーあの元祖ポートピアはボイスがあるという、えー、<laughs> すごいなと思いました。こ知らない人も多いうな情報ですね。そう。そう,うん,うん、うん、まあウチペニアには書いてるのかな。ああなるほど。<う>は,いはい。 えそうですね、ザキッポンさんからコメントいただいているんですけど、堀井祐二はどう思ってるんだろうという、こちらはですね、記事の方に堀井祐二さんのコメントもいただいておりまして。うん、素敵な素敵なコメントいただいてます、はい、堀井さん。ありがとうございます。あのまあ僕のためにやったわ,わけじゃないけど <laughs> <laughs> 別の、別のメディア、ゲームウォッチさんとかにも載ってる。<laughs> うんうんうんあのと。とても歓迎しているコメントいただいてますので、ぜひこちらもご一読いただければなと思います。はい。えー、では、こんなところで大丈夫そうですかね、はい、福山さん。うん、はい。 えでは、お次のトピックいきたいと思います。えー、と、次はストリートファイター6に関連するニュースですが、こちらのですね、ショーケースというえと番組が今朝放送されまして、もちろんいろいろ新情報出たんですけども、一番は体験版がですね、PS5 と PS4 向けに配信されたというニュースになりまして、こちらもすでに配信中なので、遊べる段階となっております。また他のプラットフォームに関しては、Xbox や PC に関しては、 えと少し遅れての、えー、と4月26日ですね、来週に、えー、配信が予定されております。はい、で、「スイートファイター6」ショーケースに関しては、今朝ですね、我々も、まあ、別の番組でですね、えーと、取り上げまして、かなり込みたなしを、ワールドツアーといった新モードや対戦モードについての深掘りをしているので、ぜひね、あのもっと深く知りたい方は、こちらの動画、または愛人ジャパンの記事等を見ていただければなと思います。 はい、福山さんは格ゲーはやらないですもんね。僕やらないです。はい。<laughs> no. とばる、とばるナンバーワンととばる2で止まってる。はいはいはい。だから僕もしかもとばるもさ、はい、アーケードモードじゃなくてさ、RPG モードがあったからさ、ああ、なんかありま、ね、あなんかありまアクション RPG として楽しんでたのであって、はいはい。角としては楽しんでなかったと。はいはい。あ、も、それでいうと、今回、スれとトファイタースはかなり。 いわゆる RPG 的なあの戦闘があくまで格ゲーなシステムなだけで普通に街に繰り出て NPC と話してご飯食べたりチュンリーと話してクエスト受けたりみたいなああいろんな要素を、はい、紹介されてましたのでー,ーとさ、はい、アドベンチャーゲームのさ関係も結構深いんだよあそうなんですね例えばさアトランティックドリームあるじゃん、はい ははい、はいあれのさ、一番さあのデビュー作のオミクロンっていうゲームあるんだけどさ、あれ、格ゲー<お>ア,クアクションアドベンチャーなんだけど、戦闘格ゲーなんですね。あ、そうなんですね。そういうところから、クアンティック・ドリームって、この、なんだろう、人間の身体性みたいなところをるん、ううんうん,うん,うん、うん、あれ、格ゲー文脈なんですよ、実は。知らなかったです。<laughs> えーそうだったんですよ、ね。そうそう、よもやま、四、う、段、ん、でした。せん面白いですね。はい。 あな,な,なぜひダウン、多分福山さん、もしかしたら、体験もやったら、ちょっと、ストーリートファイター6の印象変わるかもしれませんね。はい。ワールドツアーの部分もプレイできるので。うん、はい。僕も最近、ストーリートファイター5をやっとそうそう、シェンブーもそうだしさ、うん、クワイットマンもそうだよね。うん、そうだね。ああ、そうですね。<laughs> はいはい。僕もやってるので、あの期待して待っています。はい。えー、では、最後にですね、えーえー、っと、アンレコードという、えー、 FPC 向けのゲームが今話題になっておりまして、うん、こちらがですねボディカメラ視点で進む、まあ、リアルな、まあ、フォトグラフィックな、えー、ところが特徴の FPS なんですけどもかなり映像が話題になっておりましたので触れていきたいと思いますこちらのタイトル福山さんご存知でしたかあのー、まあちょっと別メディアでニュース記事書きましたあのー、1本がその,あの発表記事ってもう1本がそのちょっと声明出されたんでそれについての記事もちょっと、はい、まああの うん、びっくりしました。<laughs> うん、あのすごい可能性あるなと思って。はいはいはい。多分あのね、結構反響あったのは実写に見えるような部分ですよね。そうですね。グラフィックブですね。はい、で、多分その実写を撮影して、そのテクスチャーを使ってるんでしょうね、あれ多分ね。うん、その後、ちょっとこう、ねはい、エフェクトというか、ブラーみたいなのかけて、ボディカメラ。 はい、にちょっとこう寄せた作りだ現実に似てるというよりもボディーカメラ映像に似てるっていうそうですねっそっちが正しいですねはい<で>確かにでそれがさまあもちろんそれもボディーカメラっていうその着眼点もそれ自体はなんかねどっかで見た気がするんだけどうん,なんか前から発表があったのかなせあの正式発表ではない形でプレイ発表みたいな形で前から多分あったような気がするんだけどそれもそうだしあとなんかがん ななんだっ,たっけなフリーエイミングシステムみたいな搭載さあるね。ああ、言ってますね。はい。フリーエイミングシステム。でなんかさ、はい、眼周みたいなシステムになってる要は、うんうん、こう、画面の真ん中にこう、標準があるんじゃなくて、こう、自由にこう、標準をこう、画面はこう固定、固定っていうか、はい,はいはい。標準機がちょっとこう、違うようになるみたいな。はいはい、まだは詳細ちょっと分かんないんだけど、あれも、なんか、え、FPS 変わっちゃうの、これからみたいな。 うん、まあそれが面白かったらそうですね面白かったらはいそれが良かったんならなんか FPS の俺父本当に変わっちゃうなと思ったしうんこう見えて僕 FPS 好きなんです実はああそうなんです、ね、あのただはい、はい、マルチ一切やらないですああなるほどシン,ンシングルはもう大好きうしょっちゅうやった結構いろいろやってるんですよシングルうん,うん,、うん。ででもねシングル FPS ってねやっぱね「コール・オブ・デューティボタン・オー・エア」ーからねちょっとね あのパラダイムシフトみたいなの起こってないなってちょっと思ってたでまあそうですねなんか今回やっぱりアングレコードがなんか新たなねそのものを作っちゃうのかなっていう感じだしそうですねしかもさなんかファイアウォッチに影響出るでしょはいなんかさウォーキングシミュレーターと FPS を融合させるのありそうでなかったと思ったなかったですね <laughs> なかったと思ったか,、はい、なんかそこもすごいと思って わかる、コールオブデューティー4、正ですよねってコメントあるけど、結構ね、うるさい人いや、コールオブデューティーすごかったのツ2からだって結構ね。<laughs> <laughs> 僕4からなんで、2はちょっと、そういう意味ではちょっと2はかっちゃうよ。いやいやいや。ただの好みは。<laughs> <laughs> それ言うならメダルオブオーナーの99年、ね。まあそうですよね。でもまあ、あのハーフラ、あのハーフライフもあるしね。もちろんはいはいはい。 切れないですね <laughs> 切れないけど。<laughs> コールウジー2からだって結構いる。で、うん、あの、そうそう。で、話戻すと、そ、はい、の、あの、な,なんか、プレイ映像見たらさ、こう、選択肢が出,るが出るってきてましたね。あ、出てますね。あの、テキストを選択する場面が。ちょっと前さ、あのー、バトルフィールドハードラインってのがあったんですよああ、警察のやつですよね。すよねやってましたね、僕も。はい。 あれさ、なんですか、ハンズアップとかできたじゃん、確か。できました、できました。投稿とかさ、やろうと思ってできたんだけど、何にも機能してなかったよね。いいのしないですね。<laughs> ただできただけだったよね、まあ。ロールプレイみたいな感じで、完全に。はい、今回、あのあ昔、スワットとかさ、だから特殊舞台ものとかあったんですよ。ありましたよね。スワットってさ、もともとさ、ポリスクエストってさ、アドベンチャーゲームが元になんだよ。 あ,あ、そうなんです、ね、ここでもアドベンチャーゲームにつなげていくけど。その文脈ありますね、かなりアドベンチャーゲームの。ポリスクエストってなんかこうリアル路線のさ、うん、警察シミュレーター的なアドベンチャーゲームがあるんですよね。うん,うんうんうん。それが SWAT にこう派生してんだけど、な,るほどなんかアンレコードさ、警察 FPS をさ、なんか、そうですね。新たに作るんじゃないかっていう、なんか、うん。あって。ありますよね、その雰囲気は。なんかさ、僕のその Twitter のさ、あの、総合フォロワーさんがさ、なんかさ、はいはい 同じステージを何度も繰り返す形式ちゃうかとか言っててほうなるほどでそれでこう違うルート行ったら違うストーリーになるとかうん人質死んだけど違うルートから行ったら違う選択肢選んだら今度人質助かるわみたいなもしくは真犯人わかるわみたいな確かにさありそうだよね、はい、そうですねあのー、あれいっぱいステージ作るの大変じゃん確かに確かに <laughs> あの一応商品ページではあのー あのえー、と複雑な会話のシステムとかストーリーとかはいだから複雑そういろんな多層的にやるっていううううんうん、うんかなりここがありえんじゃないかなってその方がねちょっと言ってて「ああ素晴らしい素晴らしい言う通りだわ」ってちょっとねいや分かんないですよまあ出てみないと出てみ、ね、まあただかなりシナリオ重視と演出重視で作ってるゲームプレイっていうことではあの賞金ページに書いてあるので,で、ね、はい。 普通のいわゆるシングルプレイよりは、そこは力入っているでしょうね。そう物語重視って言ってるもんね。はいはい、言ってますね。気になりますね。はい、うん。楽しみい。いや、このアプローチはかなり期待したいです,、ねですねま。まだまだ、えっと、発売時期等は分かりませんけれども。ね、はい。こんなグラフィックシステム、もしかしたら物語ってこう3拍子ソロって。ねえ、そうですよね。やるのすごいね。<laughs> すごいですよね。ちょっと並大抵じゃないね。ちょっとうーん。 はいいい期待していきたいですはい、えー、ではちょっとコメント読んで指名、えー、に入りたいと思います。えー、そうですね。海外の警察のボディーカルトー画でよく見るモザイク処理があってあれもさうまいんだよね。要はその顔の造形作んのしんどいからさ。そうですよね。モザイクかければいいじゃんみたいなさ。うまいよね。考えましたよね。割り切り方が。うん,う,んうん。このシステムでエンドウォッチエンドウォ落ちそうだよね。そういうなんか実録系のさ。 あのエンドウォッチ知ってる？えあ僕は分かんないんすよ。<laughs> まえ、あ、あのはい。エンドウォッチって僕もうちょっと記憶曖昧ななんだけど、まあディビットエアーの映画なのはちょっと覚えてるけど。はいはい。あれって P.O.V. だっけ？まあそんな感じでこうガーってこう。あの一日昇視点なんですね。人称そう一日昇視点だったからちょっとねうん、うん、記憶曖昧なんだけど。うんうんうん。まあそあのすごく実力系のね警察もの。 はいはい、僕がね警察映画でね昔のおすすめ、ここで、ね、あのこの番組で上げさせてもらうセンチュリアンっていう警察ものがあるんですよ。<laughs> はい、センチュリアン知ってますジョージ・シー・スコットが出てる映画なんですけど面白いからぜひ警察もののやつ見てください。あっちとばーっとやるんじゃなくてなんかこう本物の警察に密着したような感じのなんかあ,<ー>あの1970年ぐらいですから見てくださいセンチュリアン。センンチュリアンと <laughs>、はい えー、そうですね。さあ、えっ、ー、と、揺れがあるとリアルだけど、ゲームとしては、余いがやばくなりそうというコメント、まあ、確かにそうですね。あの、FPS としては、ここまで揺れるのはかなり、本当に珍しくて、あの、実際のゲームプレイどのような影響を及ぼすのかは、すごく未知数なところはありますね。そういう意味ではさ、赤色みたいにさ、なんかもう、選ばれし者しかプレイできないゲームになるかもしれない <laughs> <に>僕だってセキロ挫折したもん <laughs> いやあれは選びますよね人をなるほ人選んでくるのかなそういう時代に入ってくるのかな今後いやいやどうなんすかホもうついていけない人は結構ですみたいなキっちゃうみたいなオプションでどうにかしてくれそうな気もしますけどね揺れの表現とかはでもさそういう傾向になってるよねゲームまあそうですね結構もうフロムがその価値観作ったフロムさんはそうやってますねでしょ まあ、みんんなに手広遊んでしい難しいゲーム、はい、なんか昔のさ80年代のゲームってさ当初難しかったけどだんだんこう優しくなっててさ90年代も優しいゲームこそなんかいいでしょみたいなね、まあ、<ー>90年代はちょっと尖ったゲームあったけど、うん、2000年代からやっぱりそのユーザーフレンドリーみたいな価値観が当たり前になってきたそうアクセシブリングにたい,はい、はい、<laughs> そうだね。<laughs> だ <laughs> だからそういうふうに、でもまあ、難しいゲームもあっていいじゃんっていうのも、まあ、多様性ですから、まあそうですね。ある程度、まあ、歓迎すべきは歓迎すべきなんだけど、うん、でも、やりたいゲームできないのは辛い、ちょっとね。まあそうですね。ねまあ、もしかしたらね、キャノン敵が出来がれる場所とか、固定化されてればね、何回かやってれば、そういう時代にはなってくるかもね。ご利益できるような、なんか緩和化をしてくれるだから、ここでかだから、インディーゲーム、やっぱさ、そういうふうに作らなきゃいけなくてさ。うん。 今インディーゲームクリエイターこれ見てる方はもう超尖ったもう,しもう他のそうですねやつを作ってくださいす、ね、他の人を排除するの <laughs> かなり注目されますよね今の時代、はい、一つのシステムとかに尖った方がそれぐらいやっぱ尖、うん、らないとなかなか難しい、うん、うんうんうん、うん、はいえー、ではアンレコードに関してはこんなところで引き、はい、続き続きを待ちたいと思います、はい えっと、あとは、えー、っと、アナウンスとしましては、本日ゲーム実況ないんですが、明日ですね、えー、っと、夜に、えー、デッドアイランド2の実況を予定しています。こちらまだ時間等決まってないんですけども、えー、っと、告知、えー、決まりました、告知しますので、えー、っと、<ぼ>アジアジャパン注目してもらえればなと思います。僕もさ、デッドアイランド1作目好きなんですよ。ああ、そうなんですね。2>, 2ってあれ、評判いいの全然ちょっと調べてないんだけど。いや、評判は別に悪くないですね、はい。出たばっかなので、まだ、そ,その、 まだわかんない感じん分かんない感じはありますけど。僕ダイイングライトあんま好きじゃないんですよ実はあ。あっちダメなんですねデッドアイランドは大好きなんだよ。ええー、あのパルクールはダメなんですかねデッドアイランドは結構さ難しかったよねあれは RPGS の、ね、割とにあると。そう。ほんでさ、こうさ、敵を粉砕するんだけどさ、こう体力なくなってさ、武器もなくなってさうん、うんで、じゃあどうすればいいかというと、もう逃げるしかないわけ。<laughs> で、こうマラソンになるんですよ、ゾ <laughs> ンビだろ。あ、はいはいはい。 オブリビオンも結構そんな感じだったんですよ。昔のテストですよね。エルダースクローズオブリビオン。ゴブリンと戦ってたらさ、途中からさ、もう死にそうになるからさ、ゴブリンとこう、なんかこう、フルマラソン大会になるみたいな、あれが面白かったっッと、アイランドもちょっとその要素があって。なるほど。そこ面白いって感じが感じないかね、かなり変わいそうです。なんでマラソンしてるんだろうみたいな。 <laughs> はいはい、まあえー、ではですねあとは週末に入るのでいつも、えー、土日に何か遊ぶゲームありますかというふうに聞いてるんですけども、うん、山さんん何か最近ゲーム遊んでます土日ねー、うん、今回さポートピアでさその机にのはい、はい、2のあの,あの応接机2本社のさあの応接マにはちょっと行ったことあるんですけど、はい、今回はちょっとそうじゃないとこ行ったんですよねこういういね ーーののアドベンチャーゲームのミステああ、大丈夫ですね, <laughs> ね。あるんですけど、はい、これにさ、あのさ、パロディーゲームが、このゲーム、このアドベンチャーゲーム結構画期的なんですけど、ミスティーブルーっていうのも。画期的なんですけど、あのね、何だったかな、エニックスクエストっていうのがさ、あってさ、初めて聞きました。はい。知らないでしょ。うん。そおまけゲームが入っててさ、エニックスの本社でさ、なんかさ、 RPG みたいなのやるんですよ。へそれをちょっとなんか、またやりたいなーっていうの企画しよっかなーみたいな。なエニックスクエストを。エニックスクエスト。ええー。えっと、ハードは何な,な,なんですか ?PC88。PC88 PC ー。うん、なるほど。ちょっとやろうかなと思いました。<laughs> や,やらないよ冗談だ <laughs> でも今気になってるんですね。はいはい。コ,コーヒートーグ2がさ、ちょっとさ、 アマゾンで注文するのが遅かったから、うん、なんかサントラ欲しいな、<ー>サントラ欲しいなと思ったから、パッケージ版頼んだんだけど、はいはい、注文するの遅くて、26日ぐらいになっちゃったから、ああそうなんですねどうしようかなと思ってる。G モードで、NintendoSwitch でも G モードでチョコ、ちょっと結構、あのガラケーのアドベンチャーゲーム、なんかいくつか買ったら、姉の壁とか、なんちゃら事件部とかがいろいろ最近出たんで、まあ、それちょっと買ったんで、それもちょっと触ろうかな。 いいですね。コーヒートークね、うん、最近出たばっかなので。はい。今注目されてます、ね。コーヒーコーヒートークは二十26日までお預け。<laughs> 出たらぜひ感想等聞けるタイミングがあれば。はい。ありがとうございます、えー。僕はですね、ストリートファイター5をやってるかなって感じですね。うん、はい。続き引き続き。それってさ、対戦すんのえっと、どっちかっていうと、僕、格ゲー全然触れてなかった人間なので、あ,あのー、格芸の基礎をですね、 トレーニングモード見たり、動画見ながらトレーニングモードやって、ひたすら練習してます。でも意外と楽しくて、たまに対戦行ったりみたいな。なんかスリーに近いですね。はい。そうだね、アスリートだよね。うん。全くその発想ないわ、僕、ゲームで。頑張ろうとか、努力しようとか。そうですよね。映画にやっぱ近いのかな、やっぱ僕の中では。ああ、ゲーム次々とこう、あ、じゃあこれ見終わったんで、次の映画見るかみたいな感じで。 次々と次々と回していきたい,、ねい。僕はもともとそっちでしたね、割と、うん。クリアしたら次みたいな。にお、うん、ったら次みたいな。今はでも、修行層みたいな。そうですね、なんかモチベが上がっちゃって、<laughs> まあでも逆に言うと、えー、多分レッドポールとかが来週、再来週かな、出るので、あ<ー>そのタイミングで多分やんなくなりそうな感じしますね。しげちゃんが絶賛してるやつね、プレイレポートで。<laughs> ああ、そうそうですね、ですしげちゃんが褒めてるなら、ちょっとやるかっていう感じ、ね。<laughs> はい。理想なのとこの新作なのでね、期待してます。うん、はい。はい。ということでですね、えー、っと、今回の RTN、えー、っと、以上で終わりにしたいと思います、えー。ここまでご視聴いただきありがとうございました。はいえー、また来週水曜と金曜6時に同じ時間帯からやってまいりますので、引き続きご注目いただければと思います。では皆さん、えー、さようなら、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。